この船の特徴はね、ここがとんがってなくてね、四角になってるんですよね。デッキもフラットタイプになっております。ここはロープロッカー。こちらの2つのローラーは取り外します。必要な方は別途ご相談ください。まあ、デッキの表面はね、年式相応です。まあね、ヘアクラックだとかはありますけれども、この辺はね、年式が立てばこのようになります。そんな大きな問題ではありません。しっかりしております。もともとこれにはいけすがなかったらしくて、オーナーがここにいけすを増設されました。そしてこの船の特徴の一つがここです。内側の骨組みが見えないんですよ。特別注文で作られたようです。作業するときなんかは網が引っかからなくていいですよね。ここに大きなポンプがついている、2インチあるそうです。ここにもリモコンがついてますね。そしてこれは何のスイッチかというと、舵のボタンらしいです。これを押せば右、これを押せば左にガクガクっと曲がるそうです。ただ今はね、あまりね使ってないそうです。ここからはエンジンルームを覗くことができます。ワイドなオーニングしっかりしております。幅広のサイドデッキ、この辺のね汚れは磨いていただければ綺麗になると思います。まあ根気が必要ですけどね。右舷側です。後ろデッキの表面もしっかりしております。フロントデッキがね長く取ってある分、後ろデッキは狭めですね。まあ 1.5 メーターぐらいでしょうか。ハッチを開けてみました。ここから点検することができます。ドライブのモーターやシリンダー。この GPS 魚探は取り外しますのでご了承ください。ここからエンジンルームにアクセスできます。それではエンジンをかけてみましょう。現在のアワーメーター5234時間です。
いですね。